畳離れろ。やはりあんただったか。正体不明の爆弾魔だ。活動拠点はロシアで、プラーミャと恐れられている。これは安室さんを誘い出すための罠だったんだ。あいつとの1週間は大体覚えてる。高木くんには内緒よ。同期のうち4人は亡くなっているんだよね。邪魔してんじゃねえ。下で待ってるから。命がけだったんだ。無駄にはできない。火が灯された運命のスクランブル。そして再び東京に現れた因縁の相手。刑事が事件を放り出して辞めるなんて言ったら負けなんじゃないですか。僕が大好きで恋焦がれているのは。今祝祭のハロウィンが狂乱の夜行へと変貌する。そんな、絶対に死なせたりしないから。今度こそ逃がさないよ。これ以上好きにはさせない。劇場版名探偵コナン、ハロウィンの花嫁。あとは頼んだよ。まさか